こんにちは、トリリンガルのジョージです。今日も楽しく中国語と英語を同時に習得しましょう。本日は僕と一緒に栄養たっぷり美味しい野菜ジュースを作っていきますよ。使うのはこちらジューサー、榨汁機。まずはこちらを入れましょう。アップル、苹果。ああ、大きな音。僕怖いよ。I'm scared。我害怕。リンゴジュースができましたね。次に入れるのは、キャロット、胡萝卜。栄養たっぷりですよ。栄養は、nutrition、营養。次は少しキャベツを入れますよ。キャベジ、包菜。そして次に入れるのは、スピニッシュ、包菜。わお、It's green now! 变成绿色了。わあ、味はどうかな？ごくごくごく。It was better last time. 上次的比较好喝。这次呢，放了包菜就不行了。I should not put cabbage. But it's all right. 还行吧。今日はこの辺で。バイバイ。